自己紹介をさせていただきたいと思います。はい、私たちは歌、ダンス、演技でラブライブのコピー人を組んでます、劇ラブと言います。はい、では個人紹介をまず海ちゃんから。はい、ありがとうございます。ではちょっとやらせていただきます。みんなのハートを打ち抜くぞ、ラブアローシュート、タン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 。ありがとうございます。はい、私2回目参加させていただいているんですけど、とても楽しくやらせていただいております。皆さんも最後まで楽しんでいってください。じゃあ次小鳥お願いします。はい、皆さん今日楽しんでますか？イエーイ。ちょっと元気がない、もう一回聞きますね。楽しんでますか？イエーイ。楽しんでくれないと小鳥のおやつにしちゃうぞ。ありがとうございます。ゆずきですけど、よろしくお願いします。イエイ。じゃあ、ほのちゃん。はい、高坂ほのか役、うさぎと申します。イエイ。みんな、わかってるよね。このポーズをしていくよ。せーの、ファイトだよ。うん、ファイトだよ。ありがとうございます。今日このライブ初参加させていただきますので、頑張ります。よろしくお願いします。何と緊張してる。緊張してます。毎回だけども。はい。では、まず次は告知に行かせていただきたいと思います。小鳥ちゃんからお願いします。はい。劇ラブでの出演結構いっぱいあります。まず明日、12時から、秋葉原のボカフォトというライブに出させていただきます。で、夜19時から、プロムというライブハウスで、両方ともプランタンで出させていただきます。私も行きます。あと、花よちゃんが。あと23日祝日月曜日に3年生組が秋コスに来てますね。で28日こちらのプロモボックスさんでリンパナちゃんが萌え萌え、ね、萌え萌えちっちゃい子のね萌え萌えに萌えな出ますので、よければぜひぜひ誰かしらとお会いした際には、仲良くしてやってください。ぜひ見に来てください。お願いします。それでは明日ぜひお願いします。はい、ぜひお待ちしております。では本番の告知を海ちゃんにお願いします。はい、はい、お願いします。私の方から私たちの集大成の、本番公演についてインフォメーションします。はい、はい、来年の1月17日ですね。はい、会場は桜台駅の、はい、こちらですね。市になって、願いですね。上位ステーションというところで。ちゃん。はい、どうなってますか？あのさ、はい、さっきそこの鏡でさ、すっごい大きな鏡とかでさ、すごい一生懸命練習してた。あれはないの？見てたんですね。だってせっかく練習したからね、やった方がいいんじゃない？やろうよ。あれは本当に寒いですから。でもさ、すごい綺麗なシルエットを描いてたじゃない？描いてましたけど。カメラ撮る人いますよ。あ、カメラだってよ。ほら、海ちゃん、みんな期待してくれてるよ。当日の会場について覚え方をやります。はい、はい、いくよ。せーの、ジョイ。あれ、みんなで、ほみちゃん、ちょっと待って、早くない？ちょっともう一回だけ、もう一回、ちょっと待ってね。あ、もし、ね、もし、ね、ごめんなさい。ごめんね、ちっちゃくて。はい、申し訳ない。ありがとうございます。あれ、もう一回だって、ふみちゃん。了解です。あ、さすが、さすが、ふみちゃん。いくよ。せーの、ジョイ。あ、すごい連射だ。お兄さんが苦笑いしてる感じね。はい、連射はいいよ。あれ、ほら、うるちゃん、なんか、どうしたの大丈夫？この空気っていうか、雰囲気っていうか、ほら、みんな、海ちゃんの次の説明を聞きたがってるよ。聞きたがってるよ。わかりました。もう、二人はもう、いつもずるいです。普段はもうちょっと真面目に稽古をしております、はい、私たち、1月ね、17日に、劇をやって、ダンスをして歌を歌ってっていうことにチャレンジしています、はい、劇の後はライブも企画しておりまして、もう1月17日はもうラブライブ一色の一日になること間違いなしですから、ラブライブの劇を全部劇で見えますので、はい、来てくれる？本当？ジョイステーションだよ。桜台駅だよ、皆さん。覚えた？これね。海ちゃんのシルエットすごい綺麗だったでしょ？すごい練習してたんですよ、海ちゃん。はい、背筋が痛くなっちゃった。はい、ぜひぜひ。皆さんいらっしゃってください。はい。はい。大丈夫？はい。じゃあ、次で。
最後の曲になってしまうのですが、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。次はもう最高に盛り上がっていきたいと思いますので、皆さん準備はいいですか？はい、じゃあいきますよ。はい、ノーブラッドガールズ、これからも来ますので、はい、皆さん盛り上がっていってくださいね。どうもありがとう。